はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、バーエレンさんに来ております。で、こちらですね、つむぎ組さんの、姉妹クランになってまして、で今回のクラン対戦リーグ、ここにですね、何人かのメンバーが集まって今、戦っているわけなんですけども、今回ここからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思っております。で、私の動画なんですけども、基本的にはこう、クラン対戦のですね、解説系の動画中心にやっております。対戦でやっぱ全開取れるかどうかって大きな、ポイントになってくるかと思うんですが、そこでこう、悩んでらっしゃる方のヒントになる動画ですね、お届けできればと思っていますので、ぜひ最後までご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところで、早速いきたいと思うんですけども、今日のテーマはですね、タウンホール12でも14はやれるぞというところですね、ちょっと見ていきたいというふうに思っています。で、まあ、やっぱりですね、対戦リーグとなると起こり得るんですよね。下のタウンホール帯で上と戦わなければいけないっていう状況が、まあ、往々にして起こるんですけども、そこをですね、どう、まあ、上手い方は乗り越えてらっしゃるのかというのをね、ちょっと見ていきながら、今日合計4本、動画をお届けしたいというふうに思ってます。まず1本目、これですね、マリアさん。いつもはですね、タウンホール12の同格をガリガリやってくれるマリアさんなんですけども、今回は14ですね。まあ、早家ではありますが、タウンホールレベルは3ですね。で、投石機も一応、レベルは低いものの2機ありますよという状態ですね。レベル1とレベル2かな。インフェルノも3本あると。で、結構ですね、まあそんなに、どうだろう、タウンホール13レベルの防衛力はでも十分あるかなっていう気がしますが、そこのですね、まあ、弱点は、まあ、主要な防衛、投石とかタウンホールとかは、まあ、レベルが上がっているものの、クロスボウも大砲も、アチャ塔もレベル低いんですよね。そこを、うまくついているのが今回の攻め方です。で、クイヒーからの、まあ、ディガホグなんですが、クイヒーを使うと何がいいかって、こういうですね、火力がそこまで高くない、育ちきっていない防衛だったら、まあ、そんなレイジも何も使わずに突破できちゃいますね。今ここまさにそうですよね。こんな感じでレイジを使わずにどんどん防衛を削ることができちゃうので、ここをですね、マリアさん今回うまく使ってらっしゃいますね。防衛と当たるところではしっかりポイズンからの、フリーズ、レイジと当てていくことによってストライカー、あとは相手の、今のは何だったかな、これ。デビドラだったかなの、ダメージっていうのも削りを、させないようにしてますね。で、バーバリアンキング外周側をこう歩かすようなイメージで、これは多分ですね、食い玉でよく見られるような、スーサイドですかね。で、そのまま、ディガーたちと一緒になってタウンホールに向かっていくんですが、ここでフリーズ前ですね。このフリーズでしっかりタウンホールの動きを止めて、止めてるうちに破壊。で、破壊し終わったらすぐにトウモを打つことによって、このポイズン効果っていうのを、最小限に食い止めるようにしてますね。ただ、ここでポイズンがやっぱ効いてきますね。このディガーたちが今一気に体力削られましたが、後ろからクイヒーがしっかりと追従していて、ディガーをやられても、クイーンがね、その後ろから、ね、頑張ってくれてるというところと、ここで、くじ側の方を見てほしいんですが、こっち側ですね。しっかりと、キングがまだ外周頑張って歩いていってくれて、ここで、投下ヘッドとバトンタッチですね、こんな感じで。で、外周を、投下キングで潰しながら、中央部分をクイヒで削るという感じですね。ここね、ラッキーだったのは、この投石のターゲットが今クイーンに入ったら終わってたんですけども、これ入んなかったのラッキーですね。ここしっかりクイーンが突破できたおかげで、中心部分は割と削りが入りましたね。で、このままちょっとこれやばいかなと思ったんですけども、まあ、こうなってくるともう怖いのは、この投石機1個だけなんですね。レベル多分1かな、これは。の投石だけなので、まあ、イーグルはもう、キングがもうたげってますしね。で、ここで、援軍でできたこのホグライダー、こいつらがね、いい仕事を、まあいい仕事をするんですね。フリーズを残してたんだけど、フリーズで投石を止め、しっかり投石機をホグライダーで追い切ってからの、ボムタワー、ここも止めていくんですね。で、範囲攻撃をとにかく完封でいきながら、残ったホグライダーで、中心部分、まあ、壁の一層内側ですね、破壊しながら外周ババキンが歩き切るという感じのプランで、やっぱりですね、ヒーラーが、レベルのまあ低い防衛施設だったら、回復しきってくれちゃうんで、まあ、序盤からタウンホールに当たる前ぐらいまですごい、呪文の節約ができてましたよね。で、さらにそこから先っていうのも、中心部分はまあ怖かったんですが、外周にはあんま怖い防衛なかったので、投石とかもまあ1個かな。クイヒーパートのやっぱり仕事量がすごく大きかったのかな。で、そこをうまく活かしたマリアさんの戦略勝ちなのかなっていうふうに思いますね。なんで、いや、全然諦めることないですよね。タウンホール14が出てきても、今みたいに、
育ってないような感じであれば普通にこう潰せることができるんだなというのが分かったことと、もう一個見てほしいのはですね、あとちなみに今日合計で4本あと3本ですね見てほしいと思ってるんですけども、1本は失敗例も入れます。で、これですね、ウッキーさんのこのアタック見てほしいんですが、これね、クロスボウ4機、ここまあ対空ではあるが並んでるわけですよ。でここに対してなんとクイヒータンホール12のクイヒーで挑んでいくんですね。このレベル差は結構えげつないなと思うんですけど、クロスボウ紫なんでこれ多分タンホール13のレベルマックスクロスボウじゃないかなと思われるんですけど、多分そうだよね。一気に体力削りますね。ゴリゴリもうクロスボウ3本から削られて、もうあっという間に逃亡吐いちゃって、あ、これもう最適やべえぞっていう感じなんですけども、クイーンをこのクロスボウ角とイーグル角に入れていってきっちりここを歩き切らせるんですね。ここねすごいから見ててください。でこれね、まあ、すごいよねっていうことを見てほしいだけではないんですね。言いたいのは、これだけクロスボウが密集していて、要は本当タンホール12レベルでは当たらない火力ですよ。クロスボウと防衛軍、さらにこのまあ、クロスボウ4機プラス防衛軍かな。で、ロイヤルチャンピオンもいらっしゃるっていうね、その状況なんで、普通タンホール12では絶対に相対さない火力なんですけども、ここをもうレイジを切らさない、かつポイズンフリーズをふんだんに使うことによって、こんな感じでクイヒ乗り切れちゃうんですね。ここを言いたかったんですよね、今日一番。で、一番っていうか、まあ、このアタックで一番言いたかった。で、こうなってくると、ちょっとね、場の空気感が変わってきません？なんか、タウンホール、ちょっと危ういなっていう感じが見えてきますよね。綺麗にこれ中央部分をウッキーさん、こう、くり抜いてるわけなんで、ディガホグ部隊を、ここにこう回していって、キングを外周走らせていく。まあ、こんな感じで。行くと、なんかね、これ、あ、取れちゃうんじゃないの？これ大丈夫？みたいな感じになってくるわけですね。ちょっとね、この辺から風向きが変わってきます。で、やっぱりね、タウンホール13の、火力、まあ、ギガインフェルノはなかなかえげつないものがあるんですけども、ギガーがね、ちょっと取れかけていたんですが、この後ね、しっかりグランドボディのトームでうまいことここ乗り切りながら、さらにホグライダー帰ってくるという、このミラクル。これ。これはホグライダーじゃなかったらきつかったですね。ホグライダーが今トルネで捕まってるんですけども、さらにヒールを焚いてホグライダー回復させながらも、お前はタウンホールだけ落としてくれればいい、なんとか頑張れというね、思いの困ったホグライダーがタウンホール壊して、さらにヒールで若干回復重ねて最後前回までのルートを歩いていくというね。いやーすげえ。なんといってもこのウッキーさんの序盤の食い火ですよね。だからここの部分の食い火っていうのが、タウンホール12のあのクイヒーであっても、13の、なんていうの、その防衛の火力に、立ち打ちできるわけですね。呪文をしっかりふんだんに使っていきさえすれば。っていうところが見えてくると、相手のその、弱いところに関しては逆に、霊視とか呪文を使わずに乗り越えるっていう、まあ、1本目のマリアさんのタクノパターン。で、相手の火力が高いところには、まあ、それが密集していて、それ以外が弱いよっていう場合には、あえてそこに食い火突っ込ましちゃって、で、そこで、レイジー、フリーズ、ポイズン、ガンガンに使っていって、もう火力の高いところを全部根こそぎ持っていっちゃうっていうパターンですね。この二つっていうのを、うまいことですね、こう、相手の火力の強弱に合わせて使い分けるっていうところが、まあ大事かなという感じで、食い火というのは、そのヒーラーを使うっていうのがやっぱミソですね。体力に対して防衛の火力の方が圧倒的に高いので、ヒーラーによって、なんていうのかな、ユニットコストを削られずに防衛を削るっていう、そういう、戦略を取っていかないと、やっぱ格上には厳しくなると、まあ、いうところですね。で、これから2本ですね、ちょっと私のアタックも見てもらいたいと思います。ちょっとね、本クランを離れて、まあ、サブクランで今、サブアカウントでね、やってるリーグのアタック、ちょっと見てください。こちらになります。はい、こちらですね。ですね、タウンホール14、タウンホールレベル4、投石機もまあレベル2ぐらいかな、これは。うん。で、割とインフェルノもなんか、まあ13の、まあレベルマックスぐらいに今育ってるんですけども、この村はね、ちょっとここのイーグル砲周りが非常に危ういですよね。何かっていうと、まあ、私の動画ではおなじみの突撃艦のスパビズですね。巨大爆弾とかまああるだろうと思ったんで、バーバリアンとかですね、アーチャーを少し多めに入れておきました。で、それでガンガンここ、まず爆弾1個解除したおかげで、次の爆弾食らってもまあ、スパビズが死なないよと。で、そのまんま、イーグル砲から、タウンホールから、投石から、もうガンガンぶち折ります。で、打ち寄りまくっていってからのやっぱ食い火なんですね。で、中央部分がもうこれでえぐれてるので、ここでもう高火力帯のまあタウンホールも含めて、処理ができたのが非常に美味しいですね。相手の大砲とかのレベルを見るに、これはタウンホール12の
フルカンストレベルぐらいの感じかな。この中央部分にあるやっぱりインフェルノがもうこれ根こそぎ全部折れちゃったのがやっぱ大きいですよね。で、まあ透析機も1個残ってますけども、まあまあここまでタウンホールも含めて壊れていれば、まあまあここから先はタウンホール12同士の戦いレベルの話になってくるのかなと思って見てました。で、こんな感じですね。アーチャークイーンの食い石、下方面を歩かせていきます。ここが溝ですね。耐久砲と、クロス棒が壁の外側から射抜けるんですね、これ。3マス壁から離れてるだけだったら、あ、4マスかな、離れてるだけだったら、これ食い射抜けるので、ババキンと当たるとこちょっと心配だったんで、ここでしっかりレイジを当てることだけ忘れずに、当てていきながら、あとはもうクイーン放置ですね。ギガホグ展開。一気にこれもう中心部分が削れてるんで、そこに関してはもう、ディガホグが逸れる心配ないですね。外周バーバリアンキング中央部分ディガホグで、まずはヒールを焚いていて、トームを初手使わなかった理由は、ここから来るロイヤルチャンピオンですね。ストライカートームを狙ってました。で、これアーチャークイーンを怒ってますけども、アーチャークイーンとロイちゃんとダブルで当たるだろうなっていう想定をしたんで、こんな風にしてました。そこはもう相手の村の今の状況を見ずに、もう脳筋でプランニング通りやったっていう感じですね。で、ラストのフリーズ。あ、違うわ。ラストのあれだ。ヒール。なんか、ゴットベアのインストールが来ましたね。なんかちょっと、なんか、かっこ悪かったけど、まあまあ、はいはい。って感じですね。で、あとはそのまま投石が最後ちょっと残っちゃうかな、心配かなって思ったんですけども、いかんせんもうディガホグの数が残ってるしね、グランドボでも体力満タンでいらっしゃるので、もう皆様の、勢いに任せてそのまま突っ切ろうという感じですかね。はい、これで、投石機もディガホグが、ディガーが殴ってくれて、おしまいという感じですね。いやー、やっぱね、このスパニズが刺さるとでかいですね。スパニズが刺さる村には何せ、タウンホール12、14っていう、まあその戦いでも、星2からの延長全開っていうのが、まあ当然フルカウントは無理ですよ。フルカウントは無理だし、まあ村の配置がどれにしてもやっぱ甘かったっていうのはね、否めないと思うんですよ。この3本のアタックどれも、まあガチガチのタウンホール14配置では少なくともなかったと思うんですね。なんですけども、そこら辺っていうのはまあ当然高いクラン対戦リーグ帯になれば出てくるものの、まあ低めであれば、まあマスターリーグクラスであれば十分このレベルの配置っていうのはたくさんお目にかかれるので、狙えるっちゃ狙えると思うんですね。ぜひね、取り組んでみてもらえたらなというふうに思うんですけども、まあね、やっぱり舐めてかかるとですね、やられることもあるわけですね。どんな風にやられたか、まあ僕のやられっぷりをぜひですね、最後間違えたこっちこっち。やられっぷりをね、最後見ていってもらえたらと思います。いやー、でもね、全部ね、タウンホール12対14の戦いなんですよ、一番下とかね。もうこの辺全部12なんですけども、もうやっぱね、物量差が違う。で、僕の今回このやらかしたっていうのは、いや、綺麗に星0ですよね。もうどんな風になったか。このね、そんなに大きくミスはしないんですけども、まあ、こうなるよっていうのを見てほしいと思って、これを、最後あげました。いや、これなんでと思いましたよね、ほんとね。ショッキングではあったんですけども、ラバハウンドからの突撃感。これはね、ぜひ覚えておいてほしいテクニックですね。ラバハウンド斜めに歩かせることによって、この歩いたルートの黒風船解除しながら、突撃感ギリギリ落ちましたね。この枠の中に入れて、ここからスパビズを暴れさせます。はい。レイジからのインビジでガンガンとスパビズを暴れさせていって、なんですけども、ちょっとね、このね、インフェルノの方角に少し手間取って時間を取られた感がありましたね。ここで、トルネードトラップも出てきちゃったもんだから、インビジかけてる間にタウンホール壊れなかったんですね。クランジョーは壊れたけど。これ予想外にスパビズが伸びなかったんですが、こんな風に、中心部分にね、クランジョーとか、ダクエリのタンクとか、まあ、防衛軍とか、スケルトントラップとかですね。こういう風ないろんな施設が大量に密集していたりなんかする場合には、ちょっとこれ注意がありますね。途中でスパビズが少しこう、エンビジから出て顔を出しちゃったのもまずかったんですけども、それでこう、防衛軍呼んじゃったっていうのもね、まずかったんですが、まあ、それもあって、スケルトントラップとかも大量に出てきちゃって、スパビズが、まあ、そこでやられちゃいましたね。こうなるとね、もう苦しいですよね。タウンホール12対14のもうバリ、14か、のバリバリの、ガチンコの取っ組合になってくるんで、これはもうどうもなんないですね。なんとか星2を狙いたいと思いながら、なんで上から攻めてんだろうなとか自分で、こう思いながら、まあ、いろんなこう思いが錯綜しながらですね、このユニットたちが散らばりながら散っていく姿を見るしかないっていうね、これは苦しかった。ちょっとこれは辛かったですね。はい。で、まぁ、あ、こんな感じで、
当然こうねガチで組み合っちゃったらもうダメなわけですよ。あのタウンホール13の火力レベルですけども、まあ、12対13っていうのはまともに噛み合ったら絶対に勝てないんで、あの最初の突撃艦スパビーズでアドバンテージが取れなかった時点でもう僕の負けですね。一気に投石機2機のダブル攻撃で中心部分にいたディガーたちが全滅し、もうあとはパーセンテージも 50% 届かない、というところでね、こう終わってしまったということでございました。ですので、ね、タウンホール12と14の組合っていうのも相手の防衛がちゃんと完走レベルではないっていう点、あと防衛配置が甘いっていうことですね。この2つが、組み合わされば全然あの諦めずにですね、星2は当然狙えるし、なんならワンチャン全開も狙えるというね、環境に今ありますので、まあ、そこら辺ぜひ、特にクラン対戦リーグなんかでは当たることがあると思いますから、諦めずにですね、星2を取るっていう、仕事を、ないしはまあ前回までワンチャン伸ばすというね、仕事を楽しみにやってみてもらえたらいいかなというふうに思います。ただし、今回の僕の最後のこの一本目、最後の一本みたいに、予想外に、ミスが積み重なってしまったりなんか、はい、または、やっぱりね、体力が高い防衛がいっぱい増えてくるんで、タウンホール14とかになってくると。そこら辺にこう捕まって、スパビズでこう狙いの仕事ができませんでしたとかいうね、ミスが起こっちゃうと、やっぱりね、こっからリカバリーできるほどの余力はタウンホール12対14でやる限りないんですよね。これはもういかんともしがたい。まあ、12対13でも多分そうですね。今回の僕のこの相手13レベルなんで、防衛的には、タウンホール以外は。なので、ぜひですね、シビアな戦いにはなりますけども、こういった攻め方、多分有効だと思いますね。ぜひ試してみてもらえたらというふうに思います。ご参考になれば幸いです。というところで本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか？これ参考になったなというふうに思いましたら、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また私のチャンネル、タウンホール12から14までのこういうクラン対戦の、解説系の動画中心にやっております。対戦で全開取れるようになるためのいろんなね、ヒントというのを散りばめた動画にしていきたいというふうに思ってますので、これからもどうぞ、ご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。では、本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。